島岡さん、はい、成人式でしょ。つまんないってことはないじゃないですか。成人式の、今始まる前に成人式の話なんかつまんないよねと言ったのに対して、今島岡さんそっから入りたかったんですよ。だからなんで嫌かっていうと、私は成人式の、3倍になっちゃったわけですよ、うん、でもまだ準高齢者には間があるしね。やだな、なんかその見下すよね、やめてくれ。違うでしょ。もう大丈夫です。なんか沢田研二が土下座したっていう話で、ね、え、なんでなんで、なんか歌詞を忘れましたって言って、準高齢者沢田研二土下座とかって見出しになってたから、いくつなんだ、65歳ぐらいですかね、よくわかんないけど。え、沢田研二、うん、もっと言ってるか。70前だよ。そっかそっか。今年69です。あ、じゃあもうそうですかね。泉谷と同じだ。そうだから歌詞を忘れて準高齢者沢田研二土下座っていう見通し。前期高齢者ですよ。いや、今ね、正式にね、もちろんね。だからほら、それを老年学会が準高齢者という言い方をしようって話になって、もう言い方はやめてほしい。でも高齢者は75歳からっていう感覚はいいんじゃないですかね、それはね。まあ、はい、まあ成人式の話でも。皆さんこんにちは。お元気でいらっしゃいますか。沢田研二が大好きな岡村洋二です。意味わかんない、島岡みなみです。なんか沢田研二さんが歌詞を忘れて、そうそう、土下座したんですね。それでなんかネットの見出しで準高齢者っていきなり書かれたらしいんですけど、まあ日本老齢学会とかがね、うん、もう今元気だから65歳を高齢者っていうのはやめましょうって話が先週ほら結構ニュースになりましたでしょ、うん、で65歳から74歳までは準高齢者の、今準教授とか準なんとかって、準看護師とか、その準ですよ。だから古今亭志ん生さんの晩年でね、はい、もう晩年がもうかなりくたびれちゃってた。でも講座に上がってた、うん、で晩年講座上がってへえって人なんですけど、うん、寝ちゃったんですよ、うんうん、らしいですね。でお客さんが前の行って起こそうとしたら、他のお客さんが「し寝かしといてやれ」って言ったっていう、これあれですよ、本番ですよ、素晴らしい話ですけどね。いや、何も私にそうしようって言ってんじゃないですよ。まだ大丈夫だと思いますけどね。なんていうのかな、そういう話をする日が来ると思ってませんでしたね。自分が年だとかなんとかって、これ19年目に入りましたので、シネマストリート、これ始まった時は私42でしたから、もう42ってすごい年で嫌だなと思ったけど、60になってみると42なんかもうもうエンブリオもいいとこですよね。うん、だから前は30ぐらいのやつが脇に見えてしょうがなかったけど、今40代って言うと若いなと思っちゃう。どうしたらいいの？いやいや、もう今ほらね、成人式でいっぱいニュースやってますけど、はい、この辺りにもうろちょろと、うん、春木の方ってうろちょろってことないですね、うんうん、たくさんいらっしゃいますけども、なんかしっかりした大人になりたいですとかってインタビュー答えてるのを見ると、うん、うわ、子供だなって見えてしまうのは私だけですか？そんなことないですか。子供に見えるんですよ、何でもね。子供に見えちゃうのかな。まあでも今の二十歳はもうね、19歳とかでも投票したっていう経験を持ってるかもしれないですよね。そうですね。意外としてたもんじゃないと思ってますけども、うんうん、69歳の誕生日の2日後に、誕生日に新しいアルバムを出して2日後に亡くなったのが1年前のデビッド・ボーイ。そうですね。すごい世界が驚いた。ちょうど1年前ですけども、はい、昨日が70歳の誕生日で、大回顧展がありまして、品川にあります寺田倉庫というところに初日行ってまいりました、はい、それでこれはね、デビッド・ボーイの追悼展じゃなくて、デビッド・ボーイ生きてる時から世界を回ってたので、2013年から始まって、みんな追悼展だと思ってる人多いみたいで、世界を回ってるんですね。世界回ってる、はい、だから本当は初日に来る予定だったの。昨日デイビッドと僕は会う予定だったんですよ。個人的な意味じゃないけど、古希ってことですよね。ですよね。だから本当に残念なんですけど、でもまあ本当に時代を引っ張ってきた人なので、うん、まあ、話が長くなるのでやめますけども、まあ簡単に言うと、衣装だとか彼のメモとか作詞のメモとかあったりして、大和寛さんのインタビューで、最後から一つ前が戦場のメリークリスマスのコーナーがあって、この展覧会のためにデイビッド・ボーイと北野武さんがインタビューに答えてるんですけどね、うん、それは言ったのを楽しみだけど、もう誰も知らないようなすごい話もあったりして驚きましたけどもね。一つだけ言うとね、戦場のメリークリスマスで最後デビッド・ボーイとサムドリッジがキスするとこから、そのほっぺたに、はい、あれカクカクってなってるじゃない、あれカメラの故障だったんだって。で名シーンが生まれたっていう映画の神様がいるんじゃないでしょうか。4月9日までデビッド・ボーイーズっていうのやってますので、これは行く価値があります。そうか、ずっと回ってたんだ。ぜひ皆さんいらっしゃったらどうでしょうか。今日はですね、手塚誠さん、はい、手塚治虫さんの息子さんです。番組初登場、
彼もデビッド・ボーイの曲を持ってきたみたいですけども、僕が持ってきた曲を今日最初にかけて、最後に彼の持ってきた曲をかけようというふうに思ってます。はい、この後お楽しみに。その前にルミコも出てます。ルミコも出ますってなんか、大崎が出るみたいな。ルミコさんも出演されます。大崎監督大好きです。デビッド・ボーイ、モダン・ラブ。デビッド・ボーイ、モダン・ラブでした。ジギースターダストっていうキャラクターに扮して、まあ、他の惑星からやってきた宇宙人のロックンローラーっていうので、彼は最初の大成功を得るんですけど、その時のワールドツアーの一番最後、日本にも来た、アメリカにも行った最後、ロンドンでやったんですけども、その最終日が1973年にあった、その時の模様を収録した映画、ジギースターダストというのがあって、これも有名な映画で、衣装は山本寛斎ですよ。で、これを、むしろこれ、ビデオにもなってるんですけども、あと昨日ワワワでも放送されましたけども、やっぱりスクリーンで見たいという方のために、今週の土曜日14日から、おなじみ、新宿ケイズシネマで上映がございますので、これコンサート会場みたいな雰囲気になるかもしれませんけど、デビッド・ボーイの本当に綺麗なデビッド・ボーイ、まあ、もともともう最初から最後までかっこいい人だったんですけども、もし、お時間あったらいらっしゃったらいかがでしょうか。ルミコファイトのコーナーです。明けましておめでとうございます、はい、GIB 元気でイケてるパーチンルミコです、今日成人式の皆様おめでとうございます、うん、お父様お母様やっと大きな山が越えましたねよかったですねというところで、新年初の、ご紹介はちょっと音楽に絡めた本をご紹介しようと思っています、一つ目は東京ウィンドオーケストラ、日本で有数の吹奏楽団東京ウィンドオーケストラと間違われ、コンサートのため屋久島までやってきた観光気分のアマチュア楽団たち。しかし島を挙げての大歓迎を不審に思った彼らは、掲げられているポスターを眺めて自分たちが有名オーケストラと間違われていることに感づく。そこで彼らは島から逃亡しようとする。一方、間違ってアマチュア楽団を呼んでしまったことに気づいた町役場の女性職員樋口は、愕然としながらも自分のミスを隠すために彼らを本物として騙し通すことを決意する。20年来の夢だったと感激しきりの観光課の立花、樋口の上司のちょっと嫌味な田辺、それらの人々が錯綜する中、さあ彼らはどうなるのか。監督は坂下雄一郎、この本作で商業映画デビューになります。出演は中西美穂、小市万太郎で、これ松竹ブロードキャスティングアークフィルムズという作家主義俳優発掘を理念に掲げたプロジェクトの第3弾になります、うん、滝を見に行くが第1弾 で恋人たちが第2弾、ここにいらっしゃいましたね、はい、沖田監督で、この第3弾がこれ、うん、東京ウィンドオーケストラで、キャストの多くはワークショップから、選ばれて出演しています。で、こう屋久島の自然の素晴らしさとかもさらっと流していて、どこの地方都市にもある問題っていうのを実は結構前面に押し出してるんですね。で、樋口のなんか樋口っていうのは女性職員なんですけど、うん、常に投げやり、今時なんですよ今時、うん、地方の役員、地方の役員、はい、なんかね、その地方の閉塞性ってすごい見え隠れするのが屋上、役場の屋上に立って樋口が、昨日は役場でデータ整理、今日も役場でデータ整理、おそらく来年の今頃も役場でデータ整理、このまま行くと私はいつか役杉になってしまうって言うんですよ。で、役場の建物もそんなに大きくない、大きくないのと、ね、注目してほしいのは、うん、海風にさらされて鉄がもうサビサビになってるんですよ。そういう役場ね。そういう役場、もうコンクリートがボロボロになっていて、うん、そこには手が入ってないぞっていう感じなんですね、うん、で、その辺の、まあ、本編とは違うところもぜひね見てほしいなと思うんです。この樋口の投げやりさ加減っていうのがね、秀逸です。あと、このアマチュア楽団のみんなの、なんて言うんだろうな、すごく一人一人の個性が豊かで、それでいて結束があるんですよ。で、そのあたりがワークショップの人たちだったりするんですかね。ね、そうなんです、そうなんです。楽団員はほぼワークショップの方で、で、これだけ述べておきたいと思うのが、試写会に私は行ったんですけれども、このキャストたち全員試写会にいたんです。で、試写会場から出るときにみんなが揃って、ありがとうございました、どうでしたかって
いるんです。そのね、結束の強さが、それが3週間屋久島で、撮影したっていうことによってできたのか、うん、それとも、なんていうかな、もともとそういう結束感があるような人間を選んだのかわからないんですけれども、こっちの人たちがみんな屋久島に行って撮影したわけですよね。住んで3週間なんだそうなの。でもルミ子さんも前あの福井でね映画撮ったら、はい、やっぱり地方で一本の作品をやると、はい、もうあの朝から晩まで一緒だしね、やっぱり親しくなるか二度と会いたくないかどっちかですよね。まあ親しくなる、それとその地方都市で撮影っていう時にその地方の人たちのなんていうの、参加具合っていうのが、あの自分たちを押すんですよね、うん、この土地で撮った作品をなんとか発信して行こうってすごく、うん、なんだろう、使命感に燃えちゃうっていう気がします、うん、ね、あの本当に今地方発の映画増えてきて、うん、小林信彦さんもね、あの新作が公開になりますけども、これ楽しみ、僕はこれ見ましたけど、まあ全然ストーリー知らずに見たんですけど、まあ面白い。そうなんです。であのこの主演の中西美穂さん、この樋口を演じるやる気のない感じの彼女と劇団員の一人のを演じた及川里乃さんは来週このスタジオにいらっしゃいますので、ちょっとその辺の実際今の話ね、どうなんだろう、あの結束は本物なのか偽物なのか。ぜひ、これはね、注目の一本ですね、はいはい、で1月21日に新宿武蔵野館から上映なんですけれども、1月14日に鹿児島で先行上映が始まります、はい、東京ウィンドウオーケストラご覧ください、はい、そしてもう一本、島々会社、うん、島が多いですね今日は、はい、で会社は清いっていう字を書いて、うん、会と読ませて、うん、社はひらがなです、うん、で沖縄、沖縄なんです、うん、で島々会社っていうのは、うん、島々の清らかで美しい佇まいの意味なんです、うん、で、お話はこんなことになります。耳が良すぎるために少しの音のズレも気になり、音のズレで頭痛を起こしてしまう海、あ、海って名前ね、名前なんです、はい、海ちゃんっていうのが主役なんですけれども、はい、珍味だ狂ってるってしょっちゅう言うんです。珍味だっていうのは、珍味だっていうのは、三味線とか弦の、あの、音の調整。あ、こういうことですね。はい、あ、これが今、あ、ちょっとずれてる感じ。あ、この感じ。音がもう、はい、ほんの些細な音も狂っているのが彼女にとっては苦痛なんです。はい、今のスタジオにあった三味線で、三味線じゃないです。三振と言いましょう。はい。で、そのために、あの、耳に耳当てをしている音が、うん、聞こえないように、ね。入ってこないように。はい、でそんななので耳のせいであのみんなから変わり者扱いをされている子なんですね、うん、で母の産後はあの沖縄本島に渡ってしまっておじいちゃんと二人っきりで住んでいるんです、うん、で、ある日海はコンサートのために東京から沖縄にやってきたバイオリニストの優子と出会う。それをきっかけに学校の吹奏楽部に参加することになった海は周囲との関係がうまくいかないがために固くなに閉ざしていた自分自身を少しずつ少しずつ解放していく。ああ、これまさに音楽の、はい、で監督は新藤兼、11年ぶりの長編です。新藤兼人監督のお孫さんになります。で出演は伊藤葵、安藤さくら、それから、海の祖父役が金城実という方で、この人は、現代沖縄民謡界の重鎮と言われる方で、完全にもう、うん、あの民謡の方なんですけど、うん、ものすごくいい味があるおじいちゃまでした。であの下の静かな海辺を何度もこう出てくるんですけど、海が唯一逃げ場としているのがその静かな海辺なんです。でバイオリニストの優子が安藤さくらなんですけど、安藤さくらがこうボクシングから今度はバイオリンって感じですよね。それがね、バイオリン弾けないんだそうですけど、うん、もう確実にバイオリニストです。でそのちょっとどうしてですか。もうね、その佇まいが、うん、あ、この人プロでやってたことあるんじゃないかぐらいの佇まいを作るんですよ。どう見えるかですもんね。どう見えるかなんだけれども、ね、うん、それがすごいんです。あ、バイオリンやってらしたのかしらと思うぐらいすごくて、で、うん、この優子がこの海が逃げてくる海辺にあの一緒に行った時に、ここいいね、うん、耳が透明になっていく気がするっていうんです、うん、本当に何だろう、あの海が寄せて返す音も静かなんですよ、うん、波のね、波の音ね、うん、であのただそういう沖縄の小さな島にもみんながいい人であったりとか、
穏やかな生活があるわけではないんだよっていうことがちょこちょこっと出てくるんです、うん、であとさっきの東京ウィンドオーケストラでも思ったんだけれども、地方都市のやっぱり問題っていうのがそこにもあって、うん、その東京から偉いバイオリニストを呼びました、うん、学校に、うん、そこで演奏してもらいます。ところがピアノも調律ができてないんです。ああ、なるほど。なんていうのか、かといって調律はすぐ来ない。来ないです、うんうん、で、ああもう何年も前にしてあるから大丈夫でしょうみたいなことを言っちゃう。ああ、そういうことあるな、うん、あとこれ母は沖縄本島に行っちゃってるから、もっともっとちっちゃい島ってことですね。そうですね、この舞台はね、もう本当にちっちゃな島なんだけれども、そこで小学校も生徒がすごい少ない小学校だけど、うん、そこにあるピアノも音が来るって。僕司会しに行って、どことは言いませんけども、マイクが壊れてるって分かったんですよ、行ってから。そしたら向こうの担当の人が来て、あ、でも岡村さん声大きいから大丈夫ですねって言われた時にどうしようかと思ったんですけど本当喉ガラガラになっちゃったんですか。そうですよね、うん、で優子はこの音が狂ってるって言うんだけども、はい、伴奏するピアニストは大丈夫よこのくらい、って言っちゃうの、うんうん、そこがね、やっぱり地方都市に呼ばれた時のプロの姿勢っていうのも垣間見て見えて、で結局海が聞きに来た時に珍味だと狂ってるって言っちゃって、大変なことになる、大変なことになっちゃう。そのピアニストあれですよ、カルチャースクールの生徒に過ぎないのに屋久島まで来た東京ウィンドオーケストラの一員かもしれないですそれはないと思うんだけど、なんかちょっと繋がってる感じ、なんか2つのやつ繋がってますね。割とその東京ウィンドオーケストラの方は、お笑いに特化でもないんだけど、笑わせてくれる。これ笑えないですよ、こっちは。そう、で、島々会社の方は実は海が耳がすごく、うん、敏感だっていうことで、うん、なんでお母さんが沖縄本島に行ってるかっていうと、うん、お母さん音痴だったんですよ、うんうん、でその自分の音痴を海が許さないって思ってるの。それから踊りも音痴だから踊りも踊れないと、沖縄の踊りが、うん、なのでお父さんも私を許さないし海も私を許さないって言って沖縄本島に行っちゃってるんです。でまあこっそりそこで踊りを習っているんだけれども、で海は海で自分の耳のせいでお母さんは自分から離れたって思ってる。辛い。でそれをじっと見ているおじいさんっていうのは本当に静かな、何かこう別行することもないし、常に沖縄ミニを歌って、そこにこう押し込めてるいろんな感情があるっていうのが分かる。これは心にじんじんとくるような感じだったんですよね。で、このね、伊藤葵ちゃんがこの沖縄弁っていうのかな、うん、すごく大変だと思うんですよね。なんかリズムともあるじゃないですか、沖縄弁って、うん、それをね話すんだけれども、ものすごいプロだって、周りのスタッフが葵ちゃんを尊敬したっていうぐらい、うん、プロなんだろうなという思います。大岡ちゃんにも見ていただきたいそうなので、沖縄出身だ、切れてしまっている海と母最後の関係がどうなっていくかとかですね、家族の話でもある。で、優子は実はちょっと悩みを抱えてきているんですね、うん、その優子が、うん、何を決意して東京に帰っていくのかとか、いろいろねてんこ盛りなんだけど、はあ、本当に島々会社っていう感じで、見た後に海のそのすがすがしい光景が残って、うん、ちょっと自分が綺麗になった気がするというか、それは持ってこいですね、南の海、我々の年代はい、島々会社公開は1月21日テアドル新宿ほかで上演になります。はい、ルミコファイト、ルミコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ジュリー・ロンドン And I Love Him。 お聴きの放送は川崎 FM 79.1MHz です。毎週月曜日の午後1時から2時は岡村陽一のシネマストリート第1部、2時から3時は第2部をお届けしています。インターネットのサイマンラジオ、リスンラジオを通じて世界中の皆様にお届けしています。番組初登場、ビジュアリストの手塚誠さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。今日成人式ですね。ね、ね、おめでとうございます、はい、誰に対してこう思いますか。よろしくお願いします。手塚誠さんは1961年の、はい、生まれでございまして、僕より5つくらい、あ、そうなんですか、下かなだと思うんですけど、ね、ほとんど同じだと思います。同じだと思ってます。
6月11日8月11日か、うん、ごめんなさいでございまして、何回かお会いしてるんですけど、初めて会ったのが何十年も、うん、1984年あ覚えてるの33年目ですか、僕があの名古屋でタレントやってまして、中京テレビの本気トークっていう司会が阿藤海さんと水島優子さん、ありましたね。それあのいろんなコーナーをあのかつての 11PM みたいな番組でね、はい、コーナーが分かれてで間にコントとかがあるわけですよ。それレギュラーで高田文雄さんがいらっしゃって、たけし軍団の後に知事になるそのまま東君とか、あるいは小遊三さん、米助さんみたいな方がいらっしゃって、私はその中で何やってたかというと、パイオニアレーザーディスクコーナーっていうのがあって、パイオニアから出た レーザーディスクという機械が出たわけですよ。でこれがビデオテープよりももっと綺麗な画質で見れる、ね、デジタルの、その当時のデジタルの最高峰ですよね。この中のソフトがいろいろ出るんで、今考えると高かったですよ、ソフトも。大きさは LP と一緒ですね。LP レコードと同じ。でも、一回裏返さなきゃいけない。そうですか。それが次、今度はヒッチコクのこの出ましたっていうのをやってて。でも結構すごい、あの、地方局なんですけど、中京テレビですから、あの、東海地方の番組だけど、頑張って、まあ、バブルの頃でもありましたけども、あの、いろんなゲストを東京から呼ぶというので、第1回が北方健三さんです。この近所におすすめです、ここ、川崎に。いろんな人が来ましたけども、ある日、手塚真子さんがいらっしゃったんですよ。いや、よく覚えてらっしゃいますよね、手塚さん。それはね、やっぱりね、手塚さんという方がすごい個性的で、あの、ずっと、髪の毛がこの金髪というか、いやその当時はね多分金髪じゃなかったですよ。ちょっと後ぐらいですね。やっぱその時は監督ですか？あ、もちろん監督だったと思いますよ。で、はい、星屑兄弟の伝説という映画を撮ろうとする時期だったんですね。はい、そうですね。いよいよ商業映画監督デビューという、はいはい、その続編ができたんですけど、その話はちょっとまた後にしましょう。はい。そう、それで、だったんです。でその後試写会でよくお会いしたりとか。そうですよね。これちょっと前大島渚さんのお葬式であったりしてでなんか一応ラジオ出てくださいってああいうために言うんですけども、あのああいうって感じでお互いにでもね、手塚さんすごいのはもうあのずっと30何年間ずっと年賀状のやり取りはずっとしてるんですよ。それでこの間別あるタイトル言っていいですか、名前が、はい、僕らが俳優として出た映画、ああいいんじゃないですか、いいです、大丈夫ですかね、いいんじゃないですかね、ロリサツっていう映画の共演はしてないんですけど、まあ、まあはっきり言ってちょっと変態みたいな役で、お互いに。いや、僕は変態じゃないですか。あ、変態じゃなかったですか？違います。え、何の役だった？僕はなんかね、警察の結構偉い。うん、偉い人。ダメですよ、一緒に。髪の毛はどうしたの？髪の毛このままでいいって言われたんですよ。このままでいい。警察の人。そうなんですよ、はい。警察の人でこういう方がいないと思ってるでしょ。うん、意外といらっしゃるんですよ。私、あの、いるでしょうね。私、報道出身なんですよ、実を言うと。NHK の報道出身なんですけど。もう、あの、こんな刑事はいないみたいな人がよく刑事ドラマ出てくるじゃないですか。はいはい、なんとかでかとか、全部います。いるんだ。やっぱりね、それはそうですよ。そのね、捜査するのに。ね、捜査するのに、みんなね、いかにも刑事ですっていう格好じゃまずいですよね。なるほど。うん、あの、ちょっと話それていいですか。先週ちょっと言いましたけど、はい、その、まあ、もう昔の話ですからいいですね。暴力団の闘争があって、抗争があって。ははガサ入れとか行くわけですよ、マスコミ、一緒に。俺、それいつもすごく嫌で、その、本部みたいなとこ入っていくの。で、そこでもう行って、こう、岩井さんに、ちょっとお前動くな、みたいに言ってて。ずっとこの、ものすごい一番背が高くて怖い人がいるわけですよ。もう、パンチパーまでサングラスして、いや、ならこいつと思って、その人刑事だったんですよ。ということも普通にあったりします。話はそれました。まあ、そんなこんなで、この間、ロリサスという、ね、映画の打ち上げ久しぶりに会って、また、いつものように。出演交渉しようと思ったら、うん、手塚さんの方から会った瞬間に、あ、岡村さん、この方すごいですよ、記憶力は、うん。で、いや、実はこの、今回のね。岡村さんに会ったら忘れないでしょ、普通。いやで、星屑兄弟の新たな伝説という映画が、はい、これは実は本当は岡村さんに出てもらいたかったんですけど、バタバタして出ていただけなくてっていう話をしてきて、あら、はい、そうですかって言って、で、僕はこれまだ映画が完成してないと思ってたんで、あ、いや、今からでもと思ってたら、映画は一応完成したと。はい。いうことで、そうです。でこの後、ちょっといろいろ今大変なので、はい今日は皆さん呼びかけたいってことがあるんですが、はい、その前にですね、皆さん、うすうすお気づきでしょうけども、この方のお父さんも、そうですね、私は何者だっていうところをまず話さないといけないんで、いや、だって僕ね、もう手塚治虫さんの亡くなった年と同じ年になっちゃったんですけども、いやよく覚えてるのはね、お葬式の時に挨拶するじゃないですか、出荷の時に。あの時に、誠さんが、手塚治虫は天才でした。天才をこんなに早くなくして、死なしてしまって申し訳ありませんっておっしゃったじゃないですか。そうです。すごく、何年前にもなるんですか？89年ですね、亡くなったのはね。
岡村さん記憶力いいですよね。よく覚えてらっしゃいますよね。好きな人のことって覚えてるじゃない。だってそう思います。だって例えばすごく好きな女の子がいたとしたら、その人の弟の名前とかって覚えてたりするじゃないですか。そうですか。すごいデータだな。そうかな。覚えてますね。すごいデータ。僕も70年代で好きだった女の子の弟の名前とか言えますけど。すごいデータありますね。すごいとは思います、ね。だから好きな人のことって自然に覚えませんか。うん、そうですかね。で昔さ、その手塚治虫さんのその漫画あるでしょ、はい、漫画の雑誌があって、今でありえないことが書いてあって、手塚治虫さん先生に励ましのお便りを出そうって言って住所が書いてあるんですよ。昔そうですね。昔は、ね、編集部じゃなくて、ね、編集部住所が書いてあるんですよ。で練馬区だったでしょ。そうです、そうです。僕はそれで練馬区というのが東京にあるんだって初めて知った、小学生それで手塚治虫さんの好きな食べ物はイチゴで、嫌いなものはセロリなんですよ。でそれで僕初めてセロリという食べ物がこの世にあることを知ったんですけど、まあ昔は知らなかった。そうですか。そうです、そうです。昔はファンレターなんてさっき言った、ね、自宅書いてあること多かったです。で特にまあうちの場合はね、自宅といってもその中に仕事場があって、プロダクションがそこにもうスタッフもいましたから、はい、まあ別にそこでも全然問題なかったという。そうです。ちょっともうお父さんの話も伺いたいんですが、まずでは皆さんよくご存知の今日第2部の選曲は最初のデビッド・ボーイ以外は全て手塚誠さんにお願いいたしました。この曲からはい、これがジャングル大帝のね、はい、からいろいろおかけするんですけど、富田勲さん。そうなんですよ。本当はねこれね、アトムって言いたいところだったんだけど、やっぱ富田さんの速攻っていうところで、うん、はい、ね、昨年やっぱり富田さんも、富田勲さんことですよ、はい、の作曲です。でこれは日本で最初のカラーの、テレビアニメですね。綺麗でした。そうですね。最初の日本で最初のテレビアニメは鉄腕アトムで、はい、1月1日元旦から始まってましたけど、うん、で初のカラーアニメがこのジャングル大帝で、当時非常にだから気合い入ってたと思うんですね。富田さんは毎回、番組ごとに作曲されてフルオーケストラで、さっきちょっとボックスを見せていただいたんですけど、こんなにたくさん曲ってあったんだっていう細かくね、こんな贅沢なことって今ももうできないですよ。そうです ね、テレビのアニメーションで毎回フルオーケストラで、ね、作曲家さん書き下ろしっていうのは、でははい、ジャングル大帝よりオリジナルサウンドトラックでお届けします。レオの歌、明るい子供たちの、ね、いや富田さん、西武沿線に家があったので、それ西武救助が来て、で西武の社長さんから直接一番とか電話がかかってきて、貸してください、すごい。西武沿線に住んでる、うん、だからもうでも毎日見てですね、そうなんですよ。そっかそっか。疲れた心に光を照らすような、心がほんわかに優しくなる、心豊かに、動画配信サイトのボビックスです。考えてみると、このシネマストリートは先週から19年目に入ったわけですけども、今年初めての人間のゲストということで先週はロビ君っていう、あ、はいはい、ロビ唯一の家族なんですけど、そうなんです、持ってきたらこれが本番になると上がっちゃって、あんまりうまく起動しませんでしたし、こうやって曲かかってる間になんか喋り出したりね。なるほど、しょっちゅうそういうことが。ラジオ慣れしてない。ラジオ慣れしてない。まだまだだな、こいつもとかって言って。家帰ってすぐ電源切りましたけどね。うん、まあ、そんなこんな。手塚誠さんをゲストにお迎えしております。今日のシネマストリートですけども。はい、そうね、もう、僕、立川談志さんがすごく好きで、談志さんの最後の講座も見たんですけども、立川談志さんが中の時にですね、もう天才はこの世に一人しかいない、あえて言う、それたった一人はレオナルド・ダ・ヴィンチで、もう一人だけ挙げるなら手塚治虫だっていうふうに、あとはいないって言ってましたね。まあ、あとは自分だって言いたかったんですけど、それで、まあ、手塚治虫さんがもうすごい人っていうのはもう言わずもがななんですけど、この間、去年か、教育テレビで放送された100分で手塚治虫という番組はご覧になりました？はいはい、あ、チラッとね。チラッとですか、はい、あれが1時間半の番組で、今日の
放送のためにちょっともう一回勉強しようと思って見たら、すごい放送でした。それはあの僕はすごいすごいっていうのは変だ、僕はとにかく今の漫画は漫画じゃないっていうぐらいすごいで、まあなんかすごいすごいって言っても変なんですけど、簡単に言うとですね、最後火の鳥っていうね、ずっとあれ終わってないですよ、あのシリーズはね。終わってないです、うん、はい、もうとにかくずっと60年代から最後まで書き続けた、その中のまあいろいろあるんで、未来編とかいろんなものが出てくるんですけど、鳳凰編というのがもうちょっとこれはすごいものじゃないかっていう話になって、あのカット割りとかね、でちょっとなんか映画みたいですね。まああの頃はね、もう映画を超えちゃってるんですよね。もともと映画みたいにしようと思って、うん、漫画を描き始めてはいったんですけどもね、その漫画という表現の中でも映画で表現できないことをやり始めましたもんね、うん、そうですね。このカット割りって今ないだろうっていうような、うん、映画見てる人もっとあえて言うともうたくさんありすぎて、どれがいいとか挙げられない、マニアックなことも言いたいような自分もいるんですけども、火の鳥の方編だけでも読んでもらうとちょっとひっくり返るっていうようなことがあって、でまあ輪廻転生のことが出てきたりするんですけども、一言で言うと、そこで最後にその1時間半の番組で何を言ってたかっていうと、キャラクターじゃないだろうと。手塚治虫さんが作ったキャラクターいっぱい、鉄腕アトムから何かでいっぱいあるんですけども、はい、キャラクターじゃなくてストーリーが主人公になってるっていうことですね。そこが決定的に違う。普通キャラクター付けができると誰でもストーリーって割と書けるわけですね。マジンガー Z でも、いや他が悪いってわけじゃないんですけど、だけど鉄腕アトムは主人公なんだけど、鉄腕アトムのキャラクターで持ってるものではないんですね、うん、どれもそうですね、はい、うん、そうですね。手塚治虫漫画が一番はっきりしてるところは、うん、やっぱりお話を作りたかった、うん、で漫画も好きだった、漫画と話を組み合わせたらどうなるかっていうところから始めてるんですね、ですから今の漫画を描く方っていうのは最初から漫画を描こうと思って描くんですよ、はい、そうじゃないんですね。手塚さんは漫画を使ってお話を語ろうとか、うん、あるいは映画を作ってしまおうとか、うん、そんな感じだったんですね。そうですね、だからちょっとねこういう人他にいないなというふうに、本来ちょっと映画の番組なんて言わせてたけど、はい、本来映画もそう、まあ、いろんな映画があっていいんで、それお前それだけ映画じゃないだろって言われたらそれまでなんですけども、そうではないのかなと思うんですね、うんうん、なんかいつだったか黒澤明監督がね、映画を撮ってると、僕脚本家も監督である俺も主役のミフレもどうしようもないぐらい主人公が動き出す時があるって言ってたんですけど、はい、そうじゃないのかなと思うんですよね、うんうん、やっぱりね、黒沢監督なんかにしても、うん、脚本が一番大事だと、うんうん、でもともと黒沢さんも脚本家から始めてますしね、で自分の脚本作る時も何人もの脚本家と、はい、ミーティングしながら作っていくって、はい、そのぐらいやっぱり脚本お話を大事にしてるんですね、うん、それがしっかりしていればあとはいい役者がいれば自然にやるできるわけです。だから最近だとクリント・イーストウッド監督とかね、はい、か多分そういう作り方じゃないかと思うんですよ。そうです ね、うん、本当にいい脚本があって、うん、あとはもう役者さんいれば自分はもう演出しなくてもいいんだっていうね、うん、そういう考え方で彼はやりますよね。そうですね。ハドソン川の奇跡なんかでもね、ヒーロー物語じゃ全然ないですからね、去年のね、うん、あったりしますけども、うん、僕はよくスタンリー・キューブリック監督が大好きで、キューブリックの話をしょっちゅうしてるんですけど、はい、スタンリー、この話ちょっと息子さんに確認するのもどうかかもしれませんけども、いいかどうか分かりませんけども、2001年うちの旅をキューブリックが撮るときに、手塚さんに手伝ってほしいって言って手紙を出したけども、無視したっていうのは本当でしょうか。そうです。嘘。じゃあ正確に言うとですね、うん、無視したんじゃなくてちゃんと返事を出したんですね、キューブリック監督からの条件が2年間ロンドンに滞在して、うん、映画作りに参加してくださいと、うん、でその当時、虫プロダクションで先ほどのジャングル大帝はじめいろんなアニメの、うん、番組も始めてましたし、はい、連載もいっぱい抱えていたって、スタッフもいるしと、はい、いうことで、うん、2年間ロンドンに行くのはちょっとできませんということで、非常に悔しいんだけど残念ながら飛ぶとはしますという返事を出したんですね。そしたら断ったってことですよね、うん、そうなんです、丁寧に断ったと、うん、それでその時にその書き方がね、ちょっとうち私はその飯を食わせなきゃいけない人間が何十人もいるというようなことを書いたんです、うん、そしたらそれに対してキューブリックからまた返事が来て、うん、それは大変残念ですと、うん、あなたはそんな大家族の持ち主とは知りませんでしたああそういうふうにそう、その当時ね、まだ60年代です、50年代ですね、50年代だから日本の情報なんてあんまりリリースに入ってないキューブリックは知ってたってのもすごいな
鉄腕アトムの放送をアストロボイでね、はい、アメリカで見てるんだと思うんですね、それでその宇宙船のデザインを全部やってくれと。それはだからエアメールでのやり取りっていうことでいいんですか。まあ普通にお手紙ですね。そうですそうです、ね、よかったこの話がここで聞けると思ってすごい話でね。これは武術団がありましてね、はい、それで結局うちの父親参加しないで、うん、でキューブリックは考え方を変えて、うん、もっとその NASA などとの資料を集めて、うんね、リアリティのある宇宙船のデザインを使うんですよ、うん、で映画完成した時にうちの父親はそれを見て、うん、逆に刺激されて、はい、そっからあと自分の漫画の中の宇宙船のデザインが変わるんです、うん、2001年の影響で、あの映画いろんな人の影響がもちろんあの映画の影響で スペースオディティっていうはい、デビッド・ボーイのね、曲なんかもできたりしたんですけど、そうなんですよ。だから本当は自分が参加してデザインするはずだったものも、自分が参加しなかった映画を見て、自分が影響された。なんかすごい天才同士がキャッチボールしてる、しかも一度も会わずに。そうで、実は同い年だったんですね、キューブリックと。あ、そうですか。はい、それは今初めて、だからなんか共通意識で持ってたものがあるのかなって思うんですけど、余談ですけども、手塚治虫にスタッフになってくれって言ってきた映画監督、世界に2人、ね、もう1人だったんですね。キューブリックともう1人どなただと思います。やっぱりアメリカ、わからない。すごい人でしょ、きっと。フランシスコポラ違う。あ、近い。あ、惜しいです。ルーカスだ。惜しいですね。ジョージ・ルーカス。その2人の名前惜しいです。じゃあスター・ウォーズじゃなくて、ちょっとわかんない。はい、答えはですね、スピルバーグ。わかんない、わかんない。もっと巨匠です。もっと年が上ってことですか。そうですね。年がイギリス人、イギリス人。いやいや、アメリカ人。もういいですかね。あ、ちょっと待って。っこれは岡村さんの顧問に、顧問にかがもう一回だけチャンスをください。今80代ぐらい。じゃあもし簡単な、とても簡単なヒントを、はい、今日ここに僕が来てからこの名前を言っています。でもイーストウッドじゃなくて、違うよね。あ、もう亡くなってるって言っていましたね。亡くなってるでしょ。亡くなって、あ、ごめんなさい。あれ、亡くなってる。なんか、あ、黒沢、黒沢。もういいでしょう。黒沢監督、はい、当たりました。黒沢監督。あ、黒沢明さん。でも黒沢明さんは影武者の初日の時に黒沢さんが並んで、みんなお客さんを迎える時に、そこに手塚さんがいらっしゃって、いや、今度手伝ってくださいって言ってるのを私見ました、テレビで。ですね、実は、はい、影武者の前に、実はお手伝いすることになっていて、デル・スーザーラという映画を黒沢さんがロシアで撮られた後に、もう一本ロシアで撮ろうと企画されていた、赤死病の仮面という企画があります。これ、エドガー・アラン・ポーの原作の怪奇物語ですか、まあ、ファンタジーですね。で、これの美術デザインをやってくれという話だったんですね。ただこの映画自体がお金が集まらなくて、結局中断してしまうんですけども、その後に、黒沢監督はコッポラーさんとか、ルーカスさんにお会いして、一緒にやりましょうって話になった時に、いや、エドガー・アラン・ポーよりも時代劇をやってくださいという話になって、影武者になったと。なるほど、ね、これはちょっと全く知らなかったですね、だから影武者の時に脚本をやっぱりうちの父親のところに送ってきて、感想を聞かせてくださいっていう、だからなんとかやっぱりスタッフに一緒にやりたかった、一緒にやりたかったということだと思うんです。で、実は僕黒沢明さんのですね、晩年の作品で8月のラプソディというリチャード・ギアさんが出演した映画があるんです、はい、それ のメイキングビデオを僕監督してるんですよ。そうなんですか、はい、それでその時ずっと黒沢組につかせていただいて、でその時にインタビューをしてですね、でインタビューの合間に黒沢監督に、もし手塚治虫の原作で監督がやりたい映画があるとしたら何ですか、聞いたんですね。教えてくださいって聞いたんです。そしたらしばらく考えられてから、いや、ない、はっきりおっしゃって、ただ手塚治虫のような人間が漫画の世界に行ってしまったことが日本映画をダメにした、うわーおっしゃってました。でも今ね、漫画って世界語になって通じるんですよ、で、なんで日本の漫画っていうのはこれらだけが素晴らしくて他がそうでもないのかっていうのは、日本には手塚治虫がいたからっていうのは、もうみんな認識してることだと思いますけど、ね、だから黒沢さんにしてみると、そのテレビでアニメが始まって、はい、それにみんなお客が取られてしまったと思います。それは手塚君のせいだ、時代のせいだ、それはでもね、正直当たってると思いますね。そうなんです。ほんで黒沢さんはやっぱり手塚君には映画の世界に入ってほしかったと、黒沢組に入ってほしかった、ちょっと違っただろうと。そうなんですよ。この曲の後もさらに、はい、ジャングル大帝からもう一曲です。ダイヤの歌、ジャングル大帝よりダイヤの歌お届けしております。すごいですね。もう話が尽きないんですけども、
ビジュアリスト手塚誠っていう名前に、はい、じゃないですか。そうなんです。ビジュアリストっていうのはあんまり聞き慣れない。そうなんです。普通は映画監督というところなんですけども、ね、うん、なぜそうしたんですか。僕は高校生の時からもう映画を作り始めてしまいまして、ね、もちろん最初はアマチュアでやってたわけなんですけども、まあ、それでそこそこお客さんがなんか喜んでくれてしまってといいますか、だからプロでデビューする前にもう映画監督になっちゃったんですね、うん、しかもそれ学生の時だったんですよ。で、まあ、学生の時代が終わってこれいよいよ社会人になった時に自分のその身の置き方といいますか、肩書きをどうしようかと考えた時に、このまま映画監督でいいのか、それとももうちょっと、自分にキャパシティを持たせたいのかといろいろ考えてですね、でちょうど時代はいろんな映像メディアが増えてきてた80年代です、はい、映画以外でもビデオであるとか、はい、マルチメディアであったり、パソコンであったりとか出てきて、いろんなものに映像が必要になってくると、うん、これ全部やるような職業ないかなった時にないんですね、その職業が。映画監督って言うと映画しか撮らない。そうですね、うん、テレビだとテレビの演出家になっちゃう、CM のディレクターになっちゃうってことで、全部一緒くたにして言えるミュージシャンみたいなね、そういう言葉がないかなと思ったらなかったんで、まあ、自分で適当につけてしまおうと思ってビジュアリスト。あ、その時からなんですね。そう、はい、いや結構ね、前から聞いてるんです。だから手塚誠ビジュアリストってこれ自分でお考えになったんだろうなと思って。そうですね、世界に一つしかない一人だけの職業、うん、ビジュアリスト。でも大林信子さんも最近は映像作家って言ってますからね。え、映画作家、映像作家ってどうします、はい、いや映像作家にしてくれって言う。あ、そうですか、うんうんうん、なんかやっぱりそこにこだわりがあるんだと思うんですね。そうですね、だから作るものは映画であっても何か自分の思いって言いますか、そのこだわりがあるので、うん、ちょっとそこをこだわってみてるね、うん、さあそのこだわりの手塚誠さんが、1933年前に僕と初めて会った時に、はい、そこに高田文雄さんがいらっしゃって、僕はその場にいたんですけど、高田さんに今度の僕の映画出てくださいっておっしゃってたんですけど、それが星屑兄弟の伝説という、はい、そう、僕の本当に商業映画のデビュー作ですね。第一作でございまして、はい、妖怪天国はその後ですかね。そうですね、V シネマみたいなね、はいはい、走りですけども当時、で、これは今回もうすでにさっきちょっとお話しましたけど、はい、完成した、完成してるんですね、これね。完成して、実はですね、うん、去年、秋にですね、うん、東京国際映画祭に、うん、出品してるんです。あ、そうですか。だから1回だけ上映はしているんですけどね、はい、これが、まあ、これの続編と言っていいのかな。そうですね、続編です、うん、まだ岡村さんにお見せしてないんでね、はい、どういう内容か。30年ぶりの続編みたいな。そうなんですよ、だから本当マッドマックスみたいなもんですね。30年経って同じ監督が新たに話を作った、ね、しかしマッドマックスのあれは驚きはいかにのデスロードでは普通作んなきゃよかったのになっていうのが多いじゃないですか、昔の栄光があるのにと思ったら、もっとパワーアップしてて、あれはもちろんキャストもね全部変わっていってます。今回もやっぱり30何年経ってますから。そうですよ、キャストも少し変えて、ただ前回出演した人も出てもらってるんですよね。伝説のロックミュージカル映画星屑兄弟の伝説、 それの、まあ、生まれ変わり。そうです、つまりですね、80年代の中ぐらいに、インディーズ映画といってですね、要するに映画会社が作るんじゃなくて若い人たちが自分たちのお金を集めて作ろうっていう映画が増えてきて、でこれはやっぱりこだわりで作るんですね。で若い人たちが作りますから、やっぱり自分たちの好きなロックの音楽とか使って作ると、例えば石井壮吾監督、今石井岳龍監督って言いますけど、石井岳龍監督だと栗崎サンダーロードとか、爆裂としたとかね、そういうロックの映画があったんですけど、僕のやつは近田春夫さんという、ロックといってもちょっと歌謡曲寄りの不思議な、ハロー才能を持った方と一緒に組んで作ったロックミュージカルの映画なんです。で、それの、まあ、30年後バージョンということなんですよね。でその30年前にですね、いろんな人に出てもらおうと思って、この会った人に次々出演をお願いしてて、そうだったんですか。でたまたま高田文雄さん、前もお会いしたことあったんで、高田さんちょっと出ませんかってお願いして出てもらった。でなんと30年経ってまた今回も高田さんにお願いして、ありがたい嬉しいですね。で今回三浦亮介さんね、はい、武田光平さんとか出てるんですけども、はい、なんと夏木麻里さん、浅野忠信さん、はい、そしてこの番組には何度も来ていただいております井上潤さんも。井上さん何代も何度も来てます。井上潤さん何がすごいって、大河ドラマで織田信長の弟のちょっと嫌な役をやってましたよね、はい、裏臭いだっけね、うさんくさい役でしたね、
やってましたけどね。全然変わられないんですよね。僕らの本当に、ね、イメージの中にある井上純さんっていう、全然若々しくて、ね、本当に。で今回の、ね、映画ではなんと歌って踊ってるんですね。もしかするとミュージカルすごいです。ミュージカルですからね。素敵。だから昔のそのスパイダーズの映画以来、映画の中で歌って踊る井上純さんが見られるという。ご本人としては歌って踊るのはちょっとしんどい感じか喜んでた感じはどっちでした？すごくやりたいんですけど、うん、今ちょっとうまくこう歌えなくなってらっしゃってですね、そこをすごく気にしてらっしゃって、まあ、ただ今いろんな技術がありますのでね、その技術の力も借りながら、でも全然声量とかも歌い方はなんかね、井上さんが出てらっしゃるとね、花が咲くんですね。ありますね、ここにいらっしゃっても全然違いましたね。そうですよね、はい、本当にそう、あの時代の方々、あの時代って言ったら失礼ですね。いやでもね、なんだろう、うん、あのね、あのちょっと去年たまたまこのシネマストリートにとっては幸せな年でね、結構大女優が何人かいらっしゃったんですよ。そうですか。あの松原千恵子さん、島田陽子さん、夏木陽子さん、あと小村陽さんとかいろんな方いらっしゃったんですけどね、なんかあの違うんですよ、わっと花が咲いたっていう空間が、どういったらいいんですか、ね、やっぱり僕スターっていうものだと思うんですね、はい、映画スターっていう、はい、まあ映画だけじゃないと思いますけど、うん、あの今本当にあのどこにでもいるような人がポッとタレントさんになれるわけじゃないですか、うんうんうん、でそれもいいんですけど、昔の方の品格っていうんですかね、うん、あのそこにいなきゃいけない存在感みたいな、そうですね、これはね、あの映画の中でも同じですよね、はい、そういう方々が出て初めてなんか、そうですね、落ち着くというんですか、だからなんか若い人だけで作ってるとちょっと落ち着かない感じがね。そうですね、うん、昔のね、その30年前の星屑兄弟の伝説の時には尾崎清彦さんに出ていただいて、うん、ほんと尾崎さんが何曲か歌っていただいて、あの声量で歌ってらしたんですね。そう、素晴らしかった。で、まあ残念ながら今回ね、尾崎さんはいらっしゃらないので、まあ変わりつったら失礼なんですけど、新しいイメージとして、うん、井上さんと夏木マリさん、この星屑兄弟の新たな伝説というのを今あのできたんですけど、これが公開のために、はい、これはね、インディーズ映画といいまして、要するに自分たちでお金集めてきて作ったやつ、うん、ですから、その映画会社がこう なんですか、全部こうやるということではないですよね、決めてやってることではないもんですからね、うん、映画完成して皆さん面白いよって言ってくれてるんですけども、まだ上映のチャンスがない、はい、でこれ上映するためにはですね、この上映の費用、それから宣伝のお金、これを集めなきゃいけない。でこれを今、はい、クラウドファンディングで集めてるところなんです、はい、詳しくはこれはフェイスブックもありますけども、はい、星屑兄弟の新たな伝説で、はい、あのご検索いただければと思います、はい、あの A ポートというあのクラウドファンディングでやってます。 A ポート星屑兄弟であの検索してみるとすぐ出ます、はい、よろしくお願いいたします、はい、では、前半ここまでございまして、また後半新たなお話、はい、よろしくお願いします。モーリン・マッガバン、映画ポセイドン・アドベンチャーよりモーニング・アフター。